サディアツヘラブナセンター、うーん、ぐるりと回って、この水路がある、うん、あ、小物できるわ、そこで。ラーメン、ラーメン一つと、今ねラーメンを頼んだで、今日も、弁蔵さん、はい、はい、おはようございます。離れてるからね、今日は自力でなんとかせなあかん。こっちが大池、こっちは大池です、こっちが大池ですね。今朝の7時なんですけど、もういっぱいです。でね、あっちに小池っていうとこがありますね。で、そこが事務所と、きれいめなトイレと自販機。でね、公衆トイレがポコンポコンと、あっちにありますね。小さい、あの、簡易トイレか。で、今日は風向きとか、まあ、ちょっと関係なしに、まあ、お手洗い近いんで、事務所のそば。ね、台座はね、ちょっと、まあ、こういう風に、朝露で濡れてんだけど、なんかこうポコポコっとお一人様台がありますね。もうね、勝手がわからないからね、もう準備が遅いっす。何を用意していいかしてたんだけど、あの電波がねすごい悪いっす。私女子屋で何買ったんだっけ。バッカンと玉編みと、あ、そうだ、玉編みだ、これだ。で、あの上州屋さんで、あの買ってきました。ここの、ここは、うん、持ってかれてもいいように、うん、あの買った時じゃなくて、うん、あのなんだっけ、カンチャンネルさんからもらった、あ、茶色っぽいやつだね、この前つけてたやつ、あの木みたいな、この前のやつにこれだよって言ったやつでしょ。でこれってさ、こっち細い方、先は細い方からつけて、太い方、そうやってつけんじゃないよ。これは玉口のところを指当てる、そう、でこうやって入れる、細い方から、そうで、しまうときは細い方塗って、そうそう、うん、手前からでもいいけど、で、うん、クイッと曲げるんだよ、クイッと、クイッとね、宙吊りをやりたいので、宙吊りやるときは消しゴム、重りの消しゴムはいらないそうです。で、あれか、あの、なんだっけ、下が沈むかどうかってやつだよね。それ合わせたんですよ、吉川仕様に。あ、でもちょうど、うん、合わせたんですよ、うん、大丈夫、昨日の吉川と一緒だ、ちょうど赤が沈むぐらい、見えなくなるぐらい、中心じゃないかって、それは、あ、中だから、そっかそっか、そうそう、これで重りと浮きのバランスなんだ、そうそ う, そう、あー、なるほど。だからじゃあやるとき宙吊りの方が楽だね、このままにしてあったら、あとはエースだけだ、ただ今度手の回転率が、うん、回転率が速くなるから、あ、そうね、忙しくなることは忙しくなるから、みんなやんない、あ、なるほど。今日は後転と隠し
新っていうのを、まず200、水100だって。200。今日10枚買いました。何を言う、何を言う、早見言う。時間無制限なんだけど。釣れるまで帰れません。夜7時でも8時でも大丈夫。ナイターする人いる？ナイターはいささかにね。あ、朝、夏場はあれだよ。朝早く来てやってる人。日の出前から、うん、水が100、シャカ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 して、シャカ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 して、え、握手でしょ、あの握るに汚れちゃうから、握るに汚れちゃうから、あ、なるほど、左20-30の10センチ段差ってやつですね。で、宙吊り。はい、じゃあ弁蔵さんの仕掛け紹介をお願いします。竿がまず柳の 10.5、 柳の 10.5、はい、そんで道糸が1号、道糸が1号、はい、で、浮きがカツケの、PC、 浮きがカツケの PC、 で、ハリスが今、45の、35で、ハリが5号、ハリスが45の35、うん、で、ハリスが、ハリが5号、ハリが5号、うん、餌は0.5号、え、何が 0.5、 ハリス、ハリスが 0.5、うん、で、餌は、餌は、高天に、高天に、高天が200、高天200、 BB が200、 BB、 うん、 BB が200、うん、で、水200、水200で、そこにカルネバ100、そこにカルネバ100、はい、以上、以上、わかる、みんな分かりる？私も全然分からない。これ一回軽く混ぜたら一回こうデキしてやんの。あ、やんないやんない。で、ボソボソのまんま。あ、そうそうそう。あ、なんか布巾を乗せるって言ってた。で、ボソボソのまま大きく、おー、いい感じ。で、これを繰り返す。いや、時間経つの早いな。早いよ、釣り込んでも来ちゃうと。ね、あっという間。まだここは時間もほら無制限だからいいけど、うん、管理したら、うん、6時から3時だから、うん、すぐあっという間になってる。それであれなんだね、みんなね。だからみんな朝早いんだ。早いんだね。第1号。第1号。もう家あげて。いや、っていうか貯めててくれてありがとう。おお、おお、なんだ？ヘラブナ。うん。もちろんですよ。うん。お、大きいんじゃない？普通？まだちっちゃいな、これ。ここじゃね。ここじゃね。当たったから、望みはあるね。いや、魚はねえよ。魚はいるんだけど。魚はいるんだけど。はぐれて釣れないかな。
いたり沈んだり浮いたり沈んだり。あ、入った今、入った。あらら、あ、あ、竿池に絡んだ。カメやめて、カメやめて。もう餌ないないのか。あ、入った。うわ、まばたきしたら入ったよ。まばたきしたら、あっち行って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 。あ、あ、釣れた。あ、抜けた、抜けた。カメかなと思った。あー、こんがらがった。いや、こんがらがっちゃった。2枚目釣れてます。これさっきよりでかいかな。どこだ、海の下。3枚目、3枚目釣れてます。でっかいでっかい。っていうかさ、カメラそっちに置いといた方がいいんじゃない。もう遠いんだよ、撮影するにさ。いいですよ、僕の。いや、いいんですよ、私釣れない時のために人の取れ高が知りたいんで。来た、太陽来た。あんまりやってないと。はい、集金に、9時前集金で、こういう日券1日釣り券1,000円。安いね。で、見えるところに置いとく。トイレ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 。自販機まだホットがある。ラインナップで、男性と、女性のトイレね。よし、よいしょ。手洗い場。あ、はい、和式でございます。高級お菓子のお届けでございます。今日は皆さんいないから、これめちゃくちゃ高いやつよ。一口50円の、うん、これ普通あの彩花の宝石ってあのお土産とか、うん、お歳暮とかにやるやつ。めちゃくちゃ果物の味して、うん、美味しい。ちょっと、あ、食べたことある？いや、いや、あのね、もう違うの、高級なんだよ。それ何味？これ梅。梅？青梅。じゃあいただきます。うわ、うまそう。もう一粒が宝石っていうぐらい。いい匂いする。うん。これでプレミアムもあるんだけど、うん、これも高いですよ。おー。で、果実すっごい再現してる。うん、すごいね。いろんな味があって、うん、でもその一つ一つが本当果物を再現してるから。うん、もうすげえ青、本当青梅だ。これ。あ、すごいね、赤しそ。一箱3,000円とかすごいするんだよ。なんで？すげえ表現されてるこれ。そうでしょ。いやどもさん。いやどもめちゃチャンネル。いやどもはい、どうも。おはようもう一人来る予定だったんだけどね。ケコニャン、釣り人ケコニャンって。あ、うん。ケコニャンさん来るはずだったんだけど、はい、子供いるからっつって。あ、そっちでね。うん。どうです？私は、いっぱい釣れてる。で、私は、一回しかバレた。一回だけ。でも、うん、だって初デビューですもん。あ、そっか。うん、いや楽しそうだな。29日また来るんでしょ。俺は来るよ。いいな、デートしてて。釣りデートだよ。やったっていうか口聞き、あれだよ、愚痴聞いてんだよさっきからずっと。うん。ラーメン頼んだろ。頼んだ。頼みましたよ。違う、ノームさんの動画見てラーメン食べたくて来たようなもんなんだから。うん。釣りじゃねえんだよ。そうそうそう。山野さんもさ、ラーメン食べたくて来ましたけど。そう。で、わざとこの暑い中、そのラーメンを食べるっていうミッションがある。だから私は今日は人の取れ高で、私はラーメン食えば、これで OK。そう、そういう感じ。はい、9時過ぎですけど、もう日差しが暑くなってきたので、パラソルを出します。
ね、手かゆいんだけどね、ブヨがいるのかな。これはあのタックルベリーで買った、730円ですね。人がなかったんだよ。ジョイントはね、ベンゾーさんからいただきました。ありましたな。朝からっすよ。朝からってことで、今、話してるか。いや、今暑いから暑くなって、今暑いから、はい、そうです。いつ横目で出てたっけな。はい、写真出てたよ。ふしゃぎながら、すごい京丹ですよね。京丹、はい。そう、今あの教わって、なんだっけ、6月のヘラ戦火の大会に出るに、あの教えてもらってる。で、今日初めてここ管理釣り場。こんな感じです。はい、傘させてもらって、随分と涼しくなりましたので、引き続きやっていきたいと思います。餌2回目、風でね、コメリの匂いがする。これあれですよ、茨城の香水ですよ。茨城の香水。いや、カメラ、あ、来ました、来ました、来た来た来た、両手で両手で、あー抜けた、なんだ、いや、ついてる、